手のハンドワーク。はいよ。ほら遅れんなよ。タイミング遅れんな。これ今アップだからタイミング出してかなきゃダメだぞ。移動してスペース見つけて足伸ばして高い位置に入って、腰は低くてもいいんだよ。ただ角付けに入った時に足が伸び、ちょっと遠回りしてるぞ。腰のスピン効かしてポールに巻きつくように、足の内線に合わせて腰のスピンでもう少し巻きつくようにエッジにしてこい。腰が動いてないぞ。ハンドワーク、ストックワーク。あかり、前半の振りが少し大きいぞ。大きすぎる。はい、来てよ、お前。2回目だぞ、同じところでミスんの。簡単に同じミス2回すんな。よし、ラスト行こう。タイミング遅いぞ、これ。タイミング遅いぞ。遅れんな。ストックのリードもうちょっと前に出てこないと、ね、運動方向こうフォローハイランド。前傾が浅くなって腰掛けみたいな感じになってるから、そこはちょっと修正する必要あるね。削っていくの、食い込ませるっていうのも削れ、削って。ハンちゃん、ストックの位置どうだ。これ手見てて、手の位置ね、テロトロで、うらあと1本か2本でやめるけど、何本いく。はいよ。テロりますね、あそこは。テロりポイントですね。